マリナ・シルバ生誕1958年2月8日、ブラジル・マリナ・オズ・マリア・マリナ・シルババスデリーマは、ブラジルの環境保護活動推進者で、政治家。アマゾンの環境保護を推進していたが暗殺された、シコメンデスと同僚。マリナは2009年8月19日まで労働者等の上院議員を務めた後2003年に、環境大臣に就任。1996年、 アマゾンの環境保護活動をめぐって、環境保護に、功績のあった草の根の活動家に贈られる、ゴールドマン環境賞を受賞。2007年、マリナはユネップから、チャンピオンズ・オブ・ザ・アースに認定され、2009年には、アマゾン熱帯雨林の保護活動で、比類のない勇気と、功績を示したとして、国際的な環境保護活動に貢献した人物に、贈られる、ソフィー賞を受賞。 2010年に緑の党党首として大統領選挙に出馬19.33%の得票率を記録。開発に反対する原理主義者ではなく持続可能な開発を目指すことが心情で、欧米からは南米の環境保護の機種と高い評価を受けている。2012年7月のロンドンオリンピックの開会式では国連の半気分事務総長らとともに、 五輪機の騎士も務めた。マリナ・アクレ州、ザプリー・ムラ・マリナは、アクレ州のリオ・ブランゴの郊外70キロメートルに位置する小さな村で、ゴム林プランテーション採取業者の貧しい家庭の11人の、この一人として生まれた。父方、母方ともに、ポルトガル人と黒人の血統、肝炎と金属中毒に加え、5度のマラリアに苦しみながらも、生き抜いた。16歳の時、 勉強と肝炎の治療のために、アクレ州の州都リオブランコに移り住む。修道院でカトリック式の教育を受け、家族で唯一読み書きができるようになり、修道院を出た後、家政婦として働いた。その後歴史学を専攻したマリナは26歳で、アクレ連邦大学を卒業し精力的に政治活動を行い、1984年には、 アクレ周発の労働組合の設立に寄与した。アマゾンの森林破壊と県住民の移住政策に反対すべくアマゾン森林保護の活動家であるシコメンデスと共にデモを主導したこともある。1994年、ブラジルでは女性として史上最年少の上院議員に当選した。アマゾン地域の環境保護と持続可能な開発を支援する団体を設立した。 彼女が実行した政策によって2004年から2007年の間でアマゾンの森林破壊が59%減った。この一環で持続可能な開発と保護区域の策定を促進し森林に大きな付加価値が生まれた。このことは国際会議や文書でも引用された。政策と努力が一つになればどんな状況でも変えることができるとロンドンの ブラジル大使への宣言で述べている。労働者党議員であったマリナは、ルーラ大統領時代に、環境省に就任。2008年まで職務につきアマゾンの熱帯雨林保護のための法律や温室効果ガス排出の防止を目的としたアマゾン基金の創設などに尽力した。しかし、その間環境に重大なインパクトを与えかねない、農業計画への許認可を遅らせたとして、 主に農業ビジネス企業からたびたび批判を受けた。それでも2005年にサンフランシスコ側開発プロジェクトと森林地帯に国道163号線を建設することへの議論が湧き起こった際にたとえ政府の圧力にさらされても決して困難に立ち向かうことを諦めたりしないと宣言。2005年には在職期間中の政策をめぐってグリーンピースの指導者 パウロ・アダリオと衝突。マリナが就任してから、連邦警察、ブラジル軍、連邦高速道路警察と連携して、環境省はアマゾンの違法伐採に対して32の取り締まりを実行したが、パウロはアマゾン地域を監視していた。グリーンピースによると、取り締まりは2004年の10月に一度実行されただけだと主張し、そもそもこの取締りの実行性を問題視した。 かねてから水力発電所の建設や遺伝子組み換え作物を推進する政策に反対していたマリナは次第に閣僚からの反発を受けて孤立していった。2008年5月中旬に環境省を辞任した。SBT テレビに出演2009年8月19日、労働者党が承認、署名した環境政策に反対して労働者党から緑の党に移ると宣言。 2010年5月に緑の党の支援のもと2010年大統領選挙に出馬を表明。ブラジル初の貧困層出身の黒人女性大統領になりたいと述べた。選挙活動の中でマリナは市民の意向に基づく政策の実行、知識社会を目指した教育、持続可能な社会に適合する経済、社会保障、福利厚生支援策。 文化と多様性の強化を公約に挙げた。他の二大政党と比較して20分の1の時間しか TV 出演できなかったにもかかわらず、知識層と若年層から強い支持を得て予想の倍以上となる19.33%の得票を獲得した。2012年のロンドン五輪の開会式にて8人しか選ばれない五輪期の奏者にブラジル政府の代表として選ばれる。 労働者党のスポーツ賞、アルドレベロは、マリナ氏はヨーロッパの権力者と密接な関係にあり、誰を開会式に招待するのかは、英国王室が決定したものであり、労働者党は関与していないと述べている。これに対し、国際オリンピック委員会は、マリナの森林保護活動を評価したに過ぎず、専任に関して何ら政治的意図はないとしている。 昨年10月のブラジル大統領選では、ブラジル社会党が擁立していた党首のエドアルド・カンポスが8月に自己死したことを受け、シルバが代わって同等候補として大統領選に名乗りを上げた。投票では、得票率21%で3位となり、ジルマルセフ大統領の再選を許したが、現在もフェイスブック世代の都会の若者や低所得層、自然保護派の間で、 熱狂的な支持を得ている。シルバは、もったいないキャンペーン10周年を迎えた2015年に、毎日新聞社の同キャンペーン事務局の招きで、初来日し、10月10日から17日までの間、上智大学で、講演やシンポジウムに出席したほか、東日本大震災の被災地の宮城県名取市や、熊本県水俣市、北九州市、広島市など各地を訪問し、 市民との交流を深めた。また、東京、竹橋のバレスサイドビルにある、もったいないステーションショップも訪問、4R をコンセプトにした商品を見学した。もったいないという日本語について、新たな発展モデルを作る心の支えとなる言葉だと、強く賛同、ノーベル平和賞を受賞し、同キャンペーンを提唱した、ケニアのコアンガリーマー大使の後継者として、 キャンペーンを世界に広げていくことを約束した。ありがとうございます。